で、まあ、これが例えば味方がいるのであれば、はい、味方にこうすれば投げてもらって、例えばこういう投げてもらって、ここ、おお、皆さんこんにちは。トゥービーストロンガーアスリートナビゲーターの田中大輝です。この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験やそして感じてきたことなどをインタビューしてまいります。早速今回お話をしていただくトップアスリートをご紹介いたします。今回はこちらの方です。元プロサッカー選手の佐藤久人です。よろしくお願いします。さあ、今回は佐藤久人さんにボレーシュート練習方法についてお話を伺っていこうと思いますが、まあ、自分たちでも小中高生でも自分たちでできる練習方法、はい、ボレーシュートを伺いたいと思いますが、はい、ボレーシュート重要ですか？そうですね。もちろんあの止まってるボールとか、はい、まあ、あのゴロのボールをシュートするのもそうなんですけど、そのバウンドに対してこう足を合わせていくっていうのは試合の中で特にそういったバウンドのボールも多いですし、それをしっかりこうミートできるかどうかで、まあ、特に得点っていうのも変わってくると思いますし、はい、まあ、まずそのボレーシュート一番大事なところは、まあ、しっかりそのボールの軌道を見てミートするっていう、はい、あのやっぱりバウンドしてるボールなので、あの下にあるボールと違ってその、まあ、落ちてくるスピードとか、はい、もちろん弾んだ時にどういう風にボールがあの回転かかってるか見なきゃいけないので、はい、あとはその足の入れ方ですよね。上からこう入れるのか、本当に、まあ、下からこう斜めに入れる、それぞれの選手の自分なりのその感覚っていうのをやっぱり練習の中で、はい、あの作っていくっていうのはすごい大事なので。なるほど。じゃあちょっとどういうふうにやってたか見せてもらっていいですか？まあ、あの例えば真ん中なのか右なのか左なのかっていうそのシュートの打つポジションってのはやっぱりそれぞれあるので、はい、やっぱりそれをなんかいろんなパターンで自分なりにこう作っていくっていうのは大事ですし、なるほど、なるほど。まあ、僕は一番打ちやすいのは左からこう45度ぐらいで打つのが左45度、はい、打ちやすいんです、はい、例えばもう僕はこうボールで単純に、はい、こういう形でパスが、あ、実際にじゃあパスが来るコースをイメージしながら手で投げて、手で投げてその落ち際に対して足を合わせて、確かに一人 で、はい、でこれが向こうが壁だったら帰ってくる、壁だったら帰ってくるんですよね。じゃあちょっと右のボレーキックも見せてもらいましょうか。すごいですね。まあこれでも入んないと絵面は良くないんでちゃんと、じゃあ逆からも、例えばこうやって、はい、あ、自分が動いて、おお、なるほどなるほど、はい、自分が動いて位置を変えてボレーキックするっていうのができるんですね。で、まあ、これが例えば味方がいるのであれば、はい、味方にこうすれば投げてもらって、どこに投げて、こういう投げてもらって、ここ、おお、振り向きざま見たことありますよね。これ多分こう試合によりこう近づけるっていうのは何でもできますし、もちろん一人でやれることもできますし、うん、例えばチームメイトがいれば、はいはい、いろんなボールを投げてもらって、例えば胸トラップしてシュートとか、まあ、ワンタッチでシュートとか、はいはい、いろんな形で作れるので、まあ、最初にやっぱりそのミートするっていうのはすごい大事なんで、まあ、しっかりこうボールを見るっていう。これミートするためにどういう体の動き、軸とかいろいろあると思いますか？どういう作業が大事ですか？最後にこう足を入れるってこと以上にこの軸足がすごい大事だと思います。あ、じゃあ左に蹴るのは右の足が大事になってくる。そうですね。このバウンドに出してどこにこう軸足をつくのかで、それが外側すぎてももちろんいい形で振れないですし、近すぎても窮屈な感じになっちゃうんで、まあ最終的にこの軸足がどこに置くかっていうのがすごい大事ですね。うまく置ければうまくこう振る方も入ってきますし、そこがちょっとずれるだけで全然感覚とかゴール成功率は違うんですね。だから結構あのシュート練習ってシュート打つ側の、例えば右だったら右足とか、はいはい、左足だったら左足のその蹴る方ばっかり目線がいっちゃうんですけど、それ以上やっぱり軸足をどこに置くかっていうのはすごい大事ですね。試合の中でやっぱり左で蹴るように持っていきたいもんですか？本当は持っていきたいです。やっぱ受けるときにもうやっぱり、まあ、右足打たなきゃいけないんであればもう先に回り込んで胸トラップして左で打ちますし、でもやっぱりそういう状況が常にあるとは限らないんで、そういう時は もちろん右足打たなきゃいけないですし、なるほど、でもやっぱずれるんですよね。やっぱりこうミートポイントがあとよりこう振っちゃう部分があるんで、はい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 、技術で言ったら本当に左が例えば10だとしたら右は
3とかそれぐらい差はありますし、あと最後にその今自分で練習している子たくさんいると思うんですよ、はい、家で家の周りで学校のグラウンドで、うん、その時にこう試合の中での動きですよっていうのをこうできるだけ意識して練習する方がいいですね、うん、その辺のちょっとポイントを、はい、イメージ作りというかプレッシャーのかけ方というか、そうですね、例えばですけどボレーシュートもそうなんですけど、こういう時にこの何気ないシーンですけどこの右手、これってここでディフェンダーいる、これいなければ、ディフェンダーを抑えてるんですね、そうですね、やっぱりいない時だったらもう普通にこれでいいんですけど、はい、やっぱり常に人もいますし、じゃあこう入っていった時に、なるほどなるほど、その中で、まあ、よりこうこの絵をどれだけこう試合の中の絵をこうイメージしながらどこにディフェンダーがいて、はい、どうやって今パスカットして来ようとしていてシュートをつぶしているかっていうのをイメージしながらシュート練習をします、はい、なるほど、大変皆さん参考になったと思います。今回ボレーシュートボレーキックについて、佐藤さんにさまざま伺ってきました。ぜひ皆さんもですね映像をしっかり反応していただいてチェックしてもらって真似ていただければと思います。佐藤さんどうもありがとうございました。